ピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送り。さあ、キックオフです。スペースを埋めないと繋がりません。ヘッドで繋いで、体を入れてきます。クロスバー直撃、さあここからどう攻める。空中戦、ピッチを優雅に徘徊します。中へ放り込む。ハイボールを競り合う。エリアの入った、ゴール、ブリリアントゴール。さあ、もう一度見てみましょう。シュート、ボールを運んでいきます。シュート、これはコーナーキック。さあ、チャンス到来。ヘッド、最後のところで崩せない。ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ、中西さん、後半開始の笛です。スライディング、笛を吹いた。これはイエローカードを取られました。このフリーキックはどうご覧になりますか？狙ってくるかもしれませんね。なんてアートな。追いつかれてしまいました。さあ、もう一度見てみましょう。体をひねっ、後半10分が経過しました。まるでボールを持った仮面舞踏会。
コーナーキックになります。これは決めて欲しかった。さあチャンス到来、チャンスボールになるか。ヘッドでパスを送る。危険なタックル。ジャンプ。これはファールです。おっと、これはイエローでしょう。丁寧にプレーしてほしいですね。壁の選手が揉めているんでしょうか。いいボールが出た。さあここから棒を攻める。コーナーキックになります。味方が探してますよ。フォローが遅いですね。シュート。ミスでしょう。ヘッドパス。運んでいきます。ガンガンプレスをかけます。コーナーです。さあチャンス到来。ここで試合終了。両者一歩も譲らず、最後まで見応えのある試合でしたが引き分けに終わりました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラ。